皆さんこんにちは、ピストルアザルです。アザキロクです。よろしくお願いします。しまーす。今日はね、いつも早食いやってるけども、今日はちょっと大食いの方を大食いやろうかな。これ僕の持論なんやけど、デブの人って一食めっちゃ食うやんみたいな風に思ってると思うんやけど、俺が見てきたデブって、そうじゃないよね。そうね、あのデブって一食が多いんじゃなくて、食が多いのよ。食数が多いの。途切れないというか、そうそうそう、一食にいっぱい食べれる人ってむしろどっちかっていうと痩せてる人の方が多い。痩せの大食いっていうんじゃなくて、一食をバカみたいに食う人は太らないんやと。逆に太る人は一食の量はそうでもないんやけども、絶えまず食ってるっていうイメージ。おやつとかね、1日7食とか食べたりするのがデブやと俺は思う。だからこの俺の説を、これから長い期間と数々の企画の回数を重ねてちょっと立証していきたい。はい。で、今日はね、手始めに、分かりやすいのがええやろうと、どんだけ食ったのかな、分かりやすいやつがいいやろうということで、王将の餃子を、王将の餃子いい、デブは何個食えんのかっていうのをちょっとやろうかな、いうふうに、思っております。ということでね、今から王将の方に行って餃子をね、このデブにたらふく食べていこうと。皆さんね、今からデブは何人前食えるのか予想してしながら見ていただける、ということで、じゃあ王将の方に移動しましょう。はいはい、じゃあ王将やってきまして、餃子の方食べていきたいと思います。はい、とりあえずどうする？5人前ぐらいいっとく？5人前ぐらいからにしようか。5？ 岩ちゃんこうね、俺は普通に餃子定食食べる。え俺関係ないもんだって。とりあえず餃子5人前頼む。はい、お待たせいたしました。すみません、餃子5人前と餃子を5人前、1人前と、ライスチュー、1人前とライスのチュー。はい、ちょっとよろしいですか？はい、全部で餃子が6人前とライスのチューでよろしいですか？はい、しばらくお待ちください。餃子のタレってさ、ポン酢使うやん。使わん？餃子ってポン酢。ポン酢とラー油ちゃうの？餃子って何だろう？醤油と酢じゃねえの？いや、それポン酢ちゃうの。ちょっと違うやん。いや、俺それでいつもさ、あれなんやポン酢ないのって言ったら、ポン酢何に使うのみたいな。ポン酢とラー油やろ。ポン酢は使ったことない。うせやろ。ない。皆さんどうですか、ポン酢派？ポン酢？ご意見は？ありがとうございます。孤独のグルメに出てきた餃子とかな、酢と胡椒。ああ、それやってたわ。これは結構いけんねんけど、俺本当ラジオ好き。2人前だけです。まあ、うまい。あと、ちなみに3人前食べてる。あと4人前食べます。お腹どう？あ、できる？まあ、いけると。何人前ついたの？3人前ぐらい。とりあえず2人前ですから追加していい？いや、デザートなんて言うの？デザートよく食うの？女子やからだろ。デザートの杏仁フルーツ、杏仁フルーツ、まあ、そう、餃子に2枚追加してください。はい、杏仁フルーツもお持ちしてよろしいですか？はい、しばらく待ちください。店員さんも苦笑い。何も言うのかよって言われて。5人前完食です。5人前食べたな、ほんま。後でね、総カロリーを出しますからね。お腹の調子どうするか。5人前食べて、通常のご飯やったらこれで終わり。いや、通常の人やったらこれ2日持つからな。5人前やから。何がすごいって、王将これ5人前食べても1200円。安い。これも定食やん。神のような値段。はい、はい、いたします。すいません、もうなんかアホみたいな。いいえ。はい、どうぞ。
食べさせられとんねん、これ。確かに。もうちなみに2人前追加ですからね。これ全部食べたら7人前やったな。お腹の調子はどう？まあまあ来てる。あと何枚ぐらいで？じゃあとりあえずねって言っとくか。餃子に2枚ついた。はい。みたいな意味が。そら笑うわさ。めっちゃ苦笑ってた。でも3000円超えてないのからすごい。7人前終了です。ちなみに7人前っていうとは大体2436キロカロリーらしいですね。なるほど、成人男性の1日分のカロリーをものの30分で摂取した。マジな。餃子のみです。あと2人前来ますよ。どこまで食えるか。選択でいうところのすすぎぐらいなんで。そうですね。もう来たね。はい、どうぞ。食べてるんだ。こちらはお先にしてもよろしいですか。あ、どうぞ。はい、失礼します。8人前に手を出します。入ってかへんねん、奥に。普通に詰め込もうと思ったら詰め込めんねんけど、飲み込まれへん。8人前食べたらなんか店の中で飾ってもらえへんの。学科なんかで。うん、うまい。8人前。8人前まだいける。あと2個食ったら50個になるよ。そうやな。なんとかそこまで頑張りたいなっていう。お、やるね。頑張ってくれ。俺はそういうことしかできん。だってあと2個頑張れば50や。よし、分かった、手伝うわって絶対あかんやん。最低やん。意味ねえからな。まあ最初は100いけると豪語してたけど、それに関しては謝罪して。え、自分が言ってた。謝罪までせなくて。自分が100いけるって言って。いけたら70かだけやん。よし、行け。50。薄やろ。薄やろ。マジか。いや、もう限界やったら限界決めや。どうやどられてるとな、自分からやめるって言い出しづらいねんな。でも俺はやめろって言わへんで、絶対。
とかないし限界やったらごちそうさまって言ってや。ごちそうさまでした。はい、ということでね、結果、8人前とハンバーガー個数で51個、はい、カロリーでいうと3000キロカロリーを食べた餃子の見てたいや、すごいと思うよ、俺はすごいただ、やっぱり100個って最初豪語してない豪語はしてないちょっとね、まあまあ大食いかって言われると、まあ疑問符は残るし少ないかって言われると、やっぱ少なくもないという、ね微妙な結果になってしまう。デブはこんなもんですよ。もうどんどん食べさせていくから。リアルリアル。はい、今後ね、どんどんね、まあもしかするとね、もっと増えてるかもしれない。体重がね。勘弁してくれ。なこれ残った3つだよって書いて食べます。皆さんはね、適量を美味しく食べるようにしてくださいね。はい、ということで、今回ね、デブ餃子何個食えるかチャレンジ。結果51、この動画もしよかったら高評価のチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。本日はこの辺で。